今調査中ですのでお答えできません、はいえー、ですからそのお問い合わせにはお答えできません死亡者からの通信ですつなぎますあれって政府の重役専用の緊急通信だよねやってるとこ初めて見たせーのスーパーガールズです,ーーーズですはい前島亜美です はい、志村梨香です。はい、田中美玲です。<music> あの本当に国民的な漫画だと思っているので、それのあの劇場版。 第2弾の劇場版に出演させていただくっていうのを聞いた時にあの元々漫画が大好きだったりとか私もするので本当にびっくりして本当にドッキリだと思ったんですけどマネージャーさんに「本当ですか本当ですか?」って何回も問い詰めて聞いたぐらい本当に嬉しくてあのその分ですね台本だったり絵コンテを頂い,いた時はすごい緊張して「あこれ収録するなどうしよう練習しなきゃ」ってあの本当に一言二言だったんですけどいっぱい練習してやってきました。本当最初は 声が出ないいいいいくらい驚いてえ、私たちでいいんでんすかっていう気持ちが大きかったんですけれどもでもせっかくのチャンスを頂い,いたということでこの日のために標準を合わせてきて <laughs> <laughs> はい、頑張ってきました。 はい、私あのクラピカさんがすごく好きであの冷静沈着なのにすごい論理的で仲間思いだしあの具体化の能力もすごいかっこいいなと思いますしあのただま放送してるアニメだったりとか前回の劇場版とかでも動きがやっぱりクラピカさん素敵だなって <laughs> <あの> <laughs> 思ってるのでクラピカさん推しです私はキルアさんが好きでなんかまっすぐな男の子がすごくかっこいいです。 そうですね、もう本当に、あのー、初めてっていうのももちろん知ってくださっててもう自然にやっ,てやってもらっていいからって言ってもらえてそのその一言がすごく安心できる一言でなんかもうその一言に頼りながら <laughs>、あのー、今日やらせていただきました。